今日も海外検証やっていくよ。それじゃあシード地にこの文字を入力せよ。ルナムーンの文字が見えるけど、もしかして今回はボルケイのルナムーンの検証だ。まさか都市伝説？その通り。この動画は視聴者のみんなへの警告でもあるんだ。しっかり確認して都市伝説に備えてくれ。怖いよ。でも検証の前にみんなチャンネル登録は済んだ？おかげさまでチャンネル登録者数が15万人を突破したんだ。いつも動画を見てくれてありがとうね。今日の動画も目標を650人とする？高評価の目標も3000件だよ。というわけで、このワールドで新たな都市伝説、ボルケイのルナムーンの検証の始まりだ。はい、ワールドにスポーンしました。さっきも言ったが、このワールドのシード地は、ボルケイの、ルナ、ムーン、都市伝説に出会いたくない人はこのワールドは、生成しないように注意してくれよな。一体どんな異常事態が起こるのか、早速サバイバルを始めてみたいと思います。いつも通り気を切ったら、ボーナスチェストも回収しちゃって、食料を確保しつつあたりを探索していくよ。まあこの辺はいつもルーティーンだ。それにしても今のところ何の変哲もないワールド。だけど本当に都市伝説が現れるのかな？さすがにまだだろ。召喚の儀式もしてないしな。儀式？これまでのルナムーンやレッドさんの検証みたいに、呼び出すための儀式があるの？そうだ。儀式の内容は後で教えるから、まずは装備を整えてくれ。オッケー、博士見て、こんなところに溶岩があるよ。おお、雪の中に溶岩か。違和感がすごいな。都市伝説の異常かな？ふむ。今回の都市伝説はボルケイのルナムーン。ボルケイのは火山を意味する言葉だから、溶岩との関わりは深いぞ。じゃああの溶岩も都市伝説の影響、急に怖くなってきた。引き続き探索します。カエモンのやつ逃げたな。おい、カエモン、そんなに怖いならおまじないをしたらどうだ？え？おまじない？どういうやつ？俺が子供の頃には、黄色い車を見かけたらそれを指さして、スーパー黄色、と2回唱えると、いいことがあるっておまじないがあったな。黄色い車だね。でここはマイクラの中だから、車なんてないよ。そうだった。他にはどんなおまじないがあったの？いや、特に思い出せないんだが、こうなったら視聴者にコメントで教えてもらうか。いいね、みんなの周りで流行っている、おまじないとかあるかな？よかったらコメントで教えてね。この動画の目標コメント数は200件だ。みんなで話し合って最高にラッキーになれる、おまじないを見つけよう。博士、あれを見てよ。お、荒廃したネザーポータルじゃないか。買い物で貸した。役立つものも多いからぜひ向かってくれ。ラジャー、あ、ポータルの先には村があったよ。それも好都合だな。だがまずはネザーポータルだ。ここにあるネザーラックはボルケイのルナムーンを召喚する儀式に使うからしっかり採取してくれ。ほい、石のつるはしで掘っていくよ。はい、掘り終わって村に来ました。村には何か都市伝説の影響はありそうか？特にはないかな。それじゃあ今のところその村は安全ということだな。安全なのうちにしっかり休んだらどうだ？そうするよ。あ、でもそろそろ日が暮れてきたよ。ということは月が昇ってくるな。ボルケイのルナムーンのワールドの最初の月が、どうなっているのか確認だ。はい、昇ってくる月は、どうだ？何か異常は出ているか、ドキドキ。残念、普通の月でした。はあ、怖い月じゃなくてよかった。これで安心して眠れるね。続きはまた明日、ベッドをこの家に置いて、おやすみなさい。ベッドで眠ることでカエモンはリスポーン地点を、この村に設定したんだが、それがこの後とんでもないことになるなんてな。今後の展開を乞うご期待。はい、朝です。昨日に続いて儀式の準備だ。昨日はネザーラックを取ったけど、あとは何がいるの？儀式にはあとマグマブロックが必要だ。これは大量にいるから、オーバーワールドで集めるのは難しいぞ。だったらネザーに行かないとだね。それには溶岩を救うバケツが必要なのか。ネザーに行くなら装備を整えた方がいいから、今日は洞窟探索か？オッケー、そうしよう。それじゃあお日様の光の届かない、地下世界へレッツゴー。博士、こちらカエモン、鉄鉱石を発見しました。ナイスー、早速採取せよ。ラジャー、ついでに作業台でかまどをクラフトして、鉄インゴットに精錬しちゃうよ。焼けるまでの間にあたりを探索してきます。ほい、鉄インゴットが上手に焼けました。それで何を作るんだ？鉄でまず作るのはこちら、バケツです。なるほど。水や溶岩を救うのに必要だな。そういうこと、これさえあればネザーポータルを。作るのに役立つよ。この調子でどんどん鉄を集めていこう。はい、集まりました。早速防具を作っているな。装備もできたし、次はマグマをゲットだね。そうしないとネザーポータルが作れないからな。よし、頑張るぞ。で、あれは？おお、ダイヤモンドじゃないか。やったー、奥にはマグマもあったよ。いろいろ集まってるな。これも僕の日頃の行いがいいからだね。まずは鉄のつるはしを作って、ダイヤモンドを採掘だ。現状2個は見えてるけど、できればもう1個欲しい。3個あればつるはしが作れるからな。周りを探してみるんだ。お願い、出てきて。お、本当に出てきた。
これでダイヤのツルハシが作れたよ。だったらあとは溶岩をバケツで取るんじゃなくて、ダイヤのツルハシで黒曜石を採掘すれば、ネザーポータルが作れるな。そうだね、ちょうどあの水が流れ落ちているところの溶岩が、黒曜石に変わってるね。あそこまでブロックで橋をつなげて、黒曜石を掘っていこう。ダイヤモンドのツルハシでも、黒曜石を掘るのは時間がかかるが、着実に頼むぞ。うん、任せといてよ。というわけで黒曜石が集まりました。12個か。十分だな。地上駅完成よ。うん、どうせなら地上の荒廃したポータルを再生してあげたいもんね。というわけで地上に戻ってきました。明るいってことはまだ夜は来てないようだな。ってことは都市伝説はまだ現れない。儀式もしていないからまだだな。そのためにネザーポータルを開通させるんだっけ。そうだ、ネザーで必要な素材を集めるんだ。ちょっと待っててよ。はい、ネザーポータルの開通です。よくやった。それではネザーポータルを通ってネザーへ行き、儀式に必要なマグマブロックをゲットせよ。はい、行ってきます。ネザーに来たぞ。おい、ガストがいるぞ。ひえ、また火球だ。うわわわ、こっちに来る。もう、なんとかなれー。ガストが倒れた。やった、火球をうまく打ち返せたよ。さっきの爆発でネザーポータルが消えちゃったから点火し直してっと。儀式に必要なマグマブロックを探してくれ。うん、やっぱりあっちのマグマの海の近くにあるのかな。そうだな、でもここからだとマグマだいぶ一直線だ。俺はそれでも一向に構わん。僕が嫌だからね。とにかくあそこまで行ける道を探しに行こう。わ、ビブリンだ。金の防具を装備してないと襲ってくるぞ。大丈夫、バッチリ金のレギンスを装備してるよ。ち、下打ち。うわーん、博士がひどいよ。おい、マグマブロックはどうなったんだ。ちょっと待ってね、そろそろ見えてくるはず。あった、やっと溶岩の海のところまで降りてきたよ。お、それじゃあマグマブロックも。うん、見つけたよ。結構あるから掘っていくね。あちち、ん、どうした。マグマブロックの上にいるとダメージを受けるんだった。そういう時はスニークだな。そうだった、これでダメージを受けずにマグマブロックを採取できるね。ちなみにどのくらいの数が必要なの。儀式のオブジェを1個作るのにマグマブロックは15個必要で、ボルケイのルナムーンの召喚には3個のオブジェを作る必要がある。ということは 15×3 で答えは30、45個だ。計算間違えました。あんまりふざけてると爆破するぞ。ごめんなさい、45個のマグマブロックを集めました。よくやった。開門の期間を許可する。ラジャー、開門、期間します。よし、さっき降りてきた道を登ってネザーポータルのところまで戻るぞ。ふう、ポータルまで戻ってきたよ。オーバーワールドに戻ってこい。そしたら儀式のオブジェを作るぞ。いよいよだね。どんなオブジェなんだろう。うわ、ネザーからオーバーワールドに戻ったら外は雪が降っていたんですけど、マグマ地獄からの落差がすごいな。とりあえず儀式の場所はできるだけガツに近い方がいい。その辺の山の頂上まで移動してくれ。オッケー、さっきネザーで掘ってきたマグマブロックを置く場所を探すよ。ん、この山の頂上が良さそう。山のふもとにはさっきリスポーン地点を登録した村もあるし、都市伝説が現れて大変なことになってもすぐに村でリスポーンして逃げればいいしね。なるほど、緊急避難というわけか。山の頂上からも程よい距離だから、ボルケイのルナムーンが現れて少し離れたい時にわざとリスポーンするのもありだね。さて、この開門の作戦は成功するのか、楽しみにさせてもらおうか。うん、名付けてデスワープ作戦。お楽しみに。そろそろ頂上だけど、あそこにヤギさんがいるね。気をつけろ、ヤギの突進は強力だ。山から突き落とされるぞ。それは勘弁してほしいよ。少し距離を取りつつ儀式のオブジェを作ろう。うむ、まずはマグマブロックとネザーラックを準備するんだ。はい、これだね。マグマブロックを十字型に2段重ねて、一番上の真ん中にネザーラック、あとはここに火をつけるの。そういうことだ。今までのルナムーン召喚儀式だと丸石を使っていたところがマグマブロックになっているんだね。相手はボルケイのルナムーンだからな。溶岩にちなんだブロックじゃないと反応しないんだ。そういうことか。そりゃマグマブロックが大量に必要なわけだね。よし、これで2本目。これで3本目のオブジェができました。うわ、ヤギさんだ。吹っ飛ばされないように気をつけろよ。うん、とりあえずこの上にいることにするよ。この後は都市伝説が現れた時の対策にシェルターを作りつつ夜を待つよ。本当にこんなオブジェを作るだけでボルケイのルナムーンが現れるのでしょうか。おう、というわけでシェルターも作って夜が来ました。果たしてボルケイのルナムーンは現れるのか。早速月を確認してみたいと思います。お、これはもしかして、なんだか赤い大きな月が昇ってきたよ。これまでのルナムーンとも違う見た目。間違いない、これがボルケイのルナムーンだ。
ついに現れたんだね。月に映る顔はこれまでのルナムーンに似て、怒りに満ちた凶悪な表情をしているけど、召喚儀式で使ったマグマブロックに似た質感と、恐ろしい赤い目が特徴的だな。ひえー、なんて怖い見た目なんだ。やっぱり立ち向かうなんて無理。僕はシェルターに帰らせてもらうよ。それじゃ動画にならないだろ。奴に勝てたらお祝いに焼肉だ。やります。うおー、都市伝説に勝って今夜は焼肉だ。急にやる気を出して草。ヤギさんも僕がボルケイのルナムーンに、立ち向かうところを見ていてよね。早くやれ。はい、まずは小手調べだね。行けー、買い物あろう。普通の弓矢攻撃だろ。く。買い物アローが効かないなんて。そんな調子で勝てるか？大丈夫。ボルケイのルナムーンは何もしてこないし。うわぁ。一面火の海だ。あっちー。しかも溶岩が流れ出してる？なんで買い物は無事なんだ？え？あ、足元が土ブロックで安全でした。奇跡的に溶岩を避けていたのか。それでも炎に溶岩にマグマブロックで、周りが危険すぎるよ。この山の下は氷の海になっていたから、そこまで逃げ、熱い？いい悲鳴だなぁ。あばばばばば、体が燃えて大変なことになってる？やばいやばいやばい。本当にこの能力はやばいな。雪山が火山になるなんて。あ、とにかくリスポーンだ。さっきの村に戻って距離を取るよ。あれ？儀式のオブジェのところにリスポーンした。僕ちゃんと村でベッドを使ってたよね。確かに俺もそう記憶しているぞ。ということは、これもボルケイのルナムーンの能力だ。うわん、僕のデスワープ作戦か。もう暑いのは嫌だよー。ズベラ？氷に激突している。やっぱりここにリスポーンした？強制的に山の頂上に呼び寄せられているんだな。さっきは発狂して氷の上に飛び込んじゃったから、次はもっと慎重に行こう。さっきも言ったがスニーク中は、マグマブロックからダメージを受けないぞ。それだー、博士ナイスー。カイモンパンチで火を消しながら、スニークして慎重に山を降りていくよ。カイモンパンチ、カイモンパンチ、うぐ？段差を降りる瞬間にダメージを受けてる。どうしてもスニークを解除しなきゃ、段差を降りることができないからね。そして炎にぶつかって、こっちに火が燃え移ると危ないから、着実に火を消しながら進むよ。まるで地雷原を進むように、手の届く範囲の炎を消しながら進んでいる。よし、結構降りてきたぞ。火？こっちには溶岩が流れてた？あたり一面火の海でわかりにくいな。マグマブロックは大丈夫でも、溶岩は無理。一瞬で燃え尽きちゃうよ。そもそもマグマブロックもスニークしてたら、ダメージを受けないってのもよくわからないよね。慎重に進むことで、熱い部分を避けて歩いてるのかもな。なんだったらスニークしてても、マグマブロックからダメージを受けるように、もじゃんに要望を送ってもいいんだぞ。やめてくれるかな？よし、あと少しで火の海を抜けられる。よっしゃー、あとは村の方へ。てぎょえー、こっちも一面火の海、だと。そんな、村人さんたちは無事なの？うらぁ、ボルケイのルナムーンの攻撃だ。水、水ー、はぁん、気持ちいい。なるほど。水なら炎を避けられるか。そんなことより村は無事か？そうだった、村人さん、無事ですかー？とにかく火を消さなきゃ。あ、そこにオオカマ、ほんとだ、あそこなら水がある。あちぃ、じゅう、ここなら安心だね。このまま消火活動を続けよう。あえぇ、ー水がなくなっちゃった。すぐに蒸発していて草。早く外の水で体の火を消さなきゃ。結局村もほとんど燃えちゃった。ボルケイのルナムーンの能力ヤバすぎ。雪山を火山に変えちまうくらいだからな。弓矢じゃ全然歯が立たなかったよー。視聴者のみんなも絶対に真似しないようにな。ワールドが大変なことになっちゃうよ。というわけで今回はここまで。チャンネル登録と高評価をお願いね。それじゃあバイバイ。バイバイブー。